はい。大和ピュアラブです。茨城県境町の事件で本日、犯人の岡庭義行26歳を逮捕しました。どういった犯人なのかを お伝えしたいと思います。岡庭義行は埼玉県三里市に住む無職になります。岡庭義行は過去に通り間の〇々未遂事件を起こして 医療少年院に入っていました。犯人には発達障害、精神障害があったそうです。こういった障害があるために、今回もまた医療機関に 送られることになるのではないでしょうか。現実問題として、犯罪者のほとんどは、発達障害や精神障害を抱えているという問題があります。最近でも、 大阪の大東市で騒音がすると上の階の女子大生を丸した事件大阪の吹田市で警察官を襲った事件新幹線の車内で女性を襲った事件富山で 警察官を襲った事件。京都アニメーションの事件。池田小学校の事件。など、などです。このようにもうね、えー、発達障害や精神障害の人の事件っていうのは、もう上げればキリがないぐらいあるわけなんですよ。 凶悪犯罪の犯人のほとんどが発達障害や精神障害などを抱えているのです。じゃあ、こういった人たちを隔離しておけよという意見もあるのですが、それはなかなか難しい問題ですから、 どうやってこういった人たちと共に共生していくか、社会に包摂していくかということが大事になってくると思います。そのためには、日本社会が今の何倍も寛容で多様性を認めるような 社会にならないといけないと思います。えー、今のね、その精神障害の方とかの治療法としてはね、その精神病院に長期間ぶち込めっていうことではなくて、 できるだけね、地域の中で生活していくっていうような治療法が取られてるんですよ。えー、これは日本だけじゃなくてね、まあ、世界的な流れっていうのはそうなんですよ。うん。まあ、日本がまだ一番これ進んでないんですけどね。うん。だから、ヨーロッパとかね、うん、アメリカとかもうそういうのがもう、 だいぶ進んでますから、うん。というのもね、そういう人たちを精神病院にぶち込んでたとしても、その人たちは良くならないんですよね。うんまあ、できるだけその地域社会とかで、その溶け込んで生活していくことがね、その人たちの治療にはなっていくんですよね。うん なのでね、これはまあ非常に難しい問題なんですよ。うんえー、最近ね、そのベストセラーになってた本で、えー、ケーキが切れない若者たちだったかなそういうような本が出て話題になってましたよね。うん、あの本っていうのもね、えー、その少年犯罪を、えー、起こしてしまうような 若者たちっていうのがね、実はそういった発達障害とか、精神障害を抱えてるんですよっていうことをあれは伝えた本なんですよ。うんえー、そのためにね、ケーキをうまく切れないということなんですよね、うん。ただ単にケーキの切り方が下手とか、不器用とか、そういう問題ではないんですよね。うん その脳のね、そういった生まれながらの、ええー、まあ問題があるということなんですよ。うん。だから、それに対してね、その今現在の一番のその手段っていうのはね、取り得る手段っていうのは、まあできるだけこの地域社会でそういった人を温かく受け入れてね、 もう寛容な精神で付き合っていくっていうことしかもうないんですよね。うん。いや、その人たちをその、どっかに閉じ込めるとかっていうことになると、余計その人たちがね、あの、怒ってしまうことになるんで、もうお前ら許さんぞみたいなことになるわけですよ。うん。そうするとまたね、これ、 より凶悪な事件を起こすことになりますし、えー、それで結局、ね、みんな、あの、えー、その、ね、他の社会に生きている方っていうのが、えー、まあ、とんでもないことになってしまうっていうことになりますから。うん。だから、えー、その、 一般にね、暮らしている方にとっても、その人たちをこう追い込んでいくという方向ではなくてね、できるだけその地域の社会でね、温かく受け入れるとか、会社とか学校とかね、そういった社会でできるだけこう温かく受け入れるっていうことが必要なんですよ。うん。まあなかなか難しいですけどね。うん ご視聴いただき、ありがとうございました。